皆様こんにちは。定刻になりました。新重忠講演会に足を運んでくださいまして、どうもありがとうございます。私は大阪大学の木戸と申します。大学はまだですね、夏休みの最中で、しかも今日は平日で、昼まで、しかも天気が悪い、一体誰が来るなんていうふうに最初思っていたらですね、私は実は専門はドイツなんですけれども、まあ、今の政権の副首相はですね、2013年にナチスの敵地を学べということを言いました。そしてドイツを専門としている私から見ても、文字通りそのナチスの敵地のように事態が進行しているというふうに思います。特にその今日のテーマである報道の自由ということに関して言うと、1933年の5月10日にベルリンで焚書というのが起こるんですね。いわゆるその左翼であるとか、あるいはユダヤ人が書いた著作がボン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 巻きにくべられていく。そして祖国の栄光を汚す本はなくせ、あるいは兵士の名誉を汚す本はなくせ、そういう形でですね、7万人が看護して焚書に携わったという歴史のエピソードがありますけれども、今の日本の状況というのはそこにたどり着くのに本当にあと数メートルではないのかというような気持ちも覚えています。そういうこともあって、今日岸重忠講演会を催す運びになっていたなったわけですけれども、まずはですね、ここに至る経緯について、四谷見附法律事務所の高橋俊さんから、まあ、ごく簡単にお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ご紹介いただきました高橋と申します。東京から参りました。なんか私は開会の辞と大それた役割になってますが、そういうのではなくて、私の役割は、この度のこの講演会を開催するにつきまして、こちらの主催者団体の苦労といいますかね、ご本人の笹岡さんに、岸井さんをおつなぎするという経緯とですね、それから6月の9日にも、東京でかなり大きな岸井講演会をやりました。その関係だけをちょっとかいつまんでお話をするというのが私の役割であります。でただまあその前にちょっと岸井さんと私との関係も申し上げないとというふうには思います。本日ただいまお配りになられた岸井さんから皆さんへのメッセージの中にもですね、今日岸井さんのお言葉ですね、今日食住育児の NPO 活動を行って北関東の山や北の海辺の防潮堤の木の苗を植えておりますという新聞記者とジャーナリストとしてのちょっと違った一面のお話があるんですけれども、この NPO 活動をやっている団体は森人委員会といいます。でこの団体はですね、まあ、日本の産業公開の原点ともいう足尾銅山でですね、山奥で木の苗を植えております。そしてこの 3.115 には、南相馬の海岸に行ってですね、市が作った堤防に木を植えております。まあ、私も何回か行っております。そういう活動を、やってらっしゃるわけですけれども、この活動も10年以上続けていますけど、本当にそこへ集まっている若い労働者たちがもう本当に一生懸命、活動をしています。でそこの活動のですね、岸井さんが理事長をやってられる、先頭に立ってやってるんですね。そして私が幹事役と言ってですね、ちゃんとこの団体しっかりやってるだろうなって言ってですね、監視役をやってるんですけれども、これをこう直しなさいなどということは本当に見つかりませんので、まあ、私はいてもいなくてもいいのかもしれません。で、まあ、そういうようなことから、この特に1年間のですね、岸井さんの東京ではニュース23と言ってる番組、金曜日までずっと毎週毎日やってるわけですけれども、
そこの仕事にももちろん承知しておりました。で、昨年の11月にはですね、読売新聞とか産経新聞にですね、岸井さん の, そのニュース23の、ことを咎めるようなですね、本当にへんてこりんな、今日も岸井さんからそのお話が当然出ると思いますけど、そういうようなことがありまして、まあ私はそれを見て呆れると同時にですね、本当に憤りを感じました。そして、そうこうしている間に今年の3月にですね、なんとそのニュース23の降板という話になりました。そのあたりの話をするとちょっとキリがなくなると思いますから、それはいたしませんけれども、そういうようなことがあってですね、これは何としてでもですね、これ許しがたいことだと、まあ私なりに小さな怒りを持ちました。そして、とにかくまあ3月にお近くにいる岸井さんが、まあ、ニュースというを辞めることになった。どうしても私は我慢がなりませんで、まあ、岸井さんにお断りをした上ですけれども、私が東京で所属している日本民主法律家協会という法律家団体があるんですけれども、とにかくそこへ駆け込んでですね、これは許しがたいことだ、我々の岸さんを元へ戻すわけにはいかないにしても、何としてもこの怒りを何かの形で、ぶち上げたいと言いましたら、私を相手にしてくれたそこの事務の者もですね、ぜひこれはやりましょうというふうに、決断を示してくれて、私が行ってから3日経つか経たないかのうちにですね、高橋さんやることにしました、近く理事会を開きますというようなことになりました。その後 の, あの細かいことは一切、お話を省略いたしますけれども、東京の関係する法律家の6団体がですね、ぜひ市講演会をやりたいと言って、6月9日に開催をすることになりました。安倍政権と報道の自由と、題しまして、国会のですね、参議院会館で開くことができました。そこの会場もまあほぼこと、あの、まあ、いっぱい大きなところになる、まあ、一部屋になるわけですけど、やっぱり300余の席でですね、これも本当に満杯になりまして、もうあの100人ぐらいの方はもうお机なしで椅子だけを並べてですね、我慢していただいたというようなことになりました。そしてそこには岸井さんの後輩のアナウンサーの TBS のアナウンサーの金平さんとか青木さんなんかも一緒に駆けつけてくださいました。ということで、そんなような話をこの主催団体の笹岡さんの方にもお伝えしているうちにですね、ぜひ大阪でもやりたいということで今日を迎えることになりました。岸井さんのことについてはもう皆さん十分ご承知と思いますので、細かいお話はいたしませんけれども、時々お会いするときには、まあ、古い話なんかもありまして、今の安倍首相がですね、父親の安倍晋太郎外務大臣の頃には岸田さんも親しく取材をされて、おられたようですけれども、まあ、私の推測なんですけれども、その時の親父さんの今の安倍晋三首相に対する評価はちょっとあれかなと、まあ、岸田さんもそういうことですから、あんまり言葉か細かにお話はいたしませんけれども、そんなようなものを感じることもありました。今日のあのお話にはそういうことは入ってこられないと思いますけれども、本日の岸井さんのお話は、ニュース23の番組で岸井さんの30年以上にわたる長いジャーナリストとしての生活の中で魂を込めて報道の自由を尽くしたというお話が岸井さんから聞けるんだと思います。ご期待ください。以上です。ありがとうございました。それでは早速プログラムの方に参りたいと思いますけれども、その前に技術的なことを2つ申し上げます。写真撮影、それからビデオ撮影、録音等はですね、許可をされた実行委員会の方にですね、あらかじめ申し出て許可を得た方以外はぜひともご遠慮ください。よろしくお願いします。
それからもう一つは車で来られた方もいらっしゃると思うんですけれども、守衛で駐車券を渡されたというふうに思うんです。でそこに私のですね、印鑑を押してもらいますので、この会場の外でいろいろ書籍等販売がありますけれども、不詳私の本を売っているですね、公文社さんが駐車券の判子を持っていますので、公文社さんに駐車券を渡して私の印鑑をもらうようにしてください。それでは第1部ということで、藤原節夫さんの講演に参りたいと思います。藤原さん、阪大卒ということで、まあ、阪大は私も20年以上いるんですけれど、それではよろしくお願いします。石井さんの前座を務めます藤原節夫でございます。内容は真打ちよりも、いいというふうに自負しております。それではちょっとまずですね、今日の議題は原発の報道の虚偽と真実、言論の自由と報道の自由は民主主義の両輪だと。で一番言いたいのは福島三号機で核爆発が起こったと、広島長崎に続く原子爆弾であるということで、資料はですね、皆さんお手元にあります。これの5枚目と5枚目からですね、ありまして、それから、ここの、プロジェクターで示すものが8枚目からずっと 全部が入っておりますので、ここで聞き漏らしてもですね、これを見てもらえば大体内容が分かるというようになっております。今やっているのは福島3号機が、2011年3月の14日午前11時01分に起こした爆発でございます。特徴なのは黒い煙、それから600メートルものキノコ雲でございます。もう一度やります。オレンジ色の光、ピカッと光ってドーンと600メートルの黒い煙、まさしくピカドンでございます。ということで、先ほどのスライドに戻りまして話を続けます。まずですね、結論から申しますと、憲法第21条には、この赤字で示しております言論の自由、それから出版その他一切の表現の自由に関しては、これを保障すると書いております。これを謳っておるんですけれども、これはですね、自分たち国民が不断の努力で勝ち取るものであると、裁判官に委ねてはいけません。私が公益通報をやって裁判官に負けてしまったということを例にとってもですね、要するに裁判所に委ねてはいけない、こういう、普段の活動でもってですね、市民活動、国民の活動でもって勝ち取らなきゃいけないということが結論でございます。言論の自由とは、権力の不正、政府とか企業とかですね、不正を告発し通報する自由である。これが、根幹、幹であります。で、報道の自由とは、そういう告発通報された権力の不正を広く国民に知らせる。要するにスポーツ記事を報道するとかですね、そういうものではない。権力の不正、企業とか政府の不正をちゃんと報道するのが報道の自由だ
ということを言いたい。で、広域通報、内部告発ですね。これは言論の自由の根幹であって、しかし保障されてない。これはもう私の例ですけれども、私はその公益通報をやって、原子力安全基盤機構を、クビになったと、黙殺されたというようなことで、自由にこういうことはできないということですね。で、組織はそれを排除してしまって、是正処置、組織改革を実施しないということが趣旨でございます。でここで言いたいのは、私はこの原子力ドンキホーテで、ここに書いておりますけれども、地動説のガリレオにも匹敵するということで自負しております。で、事実ですね、ここに書いておりますけれども、経産省の記者クラブにですね、訴えたんですけれども、こういう公益通報を記事にする動きは全然なかった。それがそういうことを警告メールで送ったんですけれども、その3日後にですね、福島原発事故が起こってしまったという、そういうことですね。で、先ほどの一番、言いたいのは、私の公益通報をちゃんとやっておれば、こういう福島3号核爆発というのは、核爆発という、水素爆発と今ずっと言ってるけれども、水素爆発ではなくて核爆発だということが分かっているはずだということで、今のような嘘がずっと続けて、5年間も嘘をつき続けていくことができなかったでしょうということを言って、で、復習します。こちら側はですね、1号機の水素爆発ですね。水素爆発というのは、白い煙で、その平たくあまり上に上がらないんですね。上に上がらないというのは、水素爆発では高温にならない。高温にならないと、熱気球のようにですね、上に上がっていかないんですね。あんまり、上に上がらない。ところが、黒い煙でピカッと光ってドーンと600メートルまで上に上がる、キロコグマであるということで、これは水素爆発ではない。だけれども報道ではですね、ここに書いておりますように、水素爆発と。高校の物理を理解できる人はこれは絶対に水素爆発とは言わない。だけれども、そのマスコミはですね、一切これは水素爆発であるという以外の疑問すら発しないんですね。それが日本の現状ですよ。マスコミは政府に取り込まれてるんじゃ、原子力村に取り込まれてるのが現実だということを私は言いたいですね。これは先ほど動画を示しましたですけれども、ピカッと光ってドーンと黒い煙が出て、それで、重量物、多分燃料集合体のようなものだと思うんですけれども、これが、この上から落下していくと。で、ここの周囲にはですね、そういう落下したものがたくさんあるから非常に、放射能が高い。したがってここには近づけない、そのまま残っている。で、東電はこれに残っているものにですね、土をかぶせて放射能の、ラジエーションだけ、放射線だけをその出てこないようにしたというのが現状ですね。これはアメリカではですね、アーニン・ガンダーセンという人が技術者ですけれども、こういう即座にですね、4月の2011年の4月の26日において、こういうことを言ってるんですね。
噴煙の黒さでしょうと。この黒さはウランとかプルトニウムの揮発したことを意味します。要するに水素が爆発すると水ですから、水は水蒸気ですので白い煙しか出ないわけですね。黒い煙っていうのは水素爆発ではないということですね。それからこの決定的証拠がありましてですね、これは MRI って言いまして、これはですね、つくば市に、国立の、気象研究所というのがあるんですけれども、気象研究所でですね、つくば市に降り注んだあの何ですか、ダスト、塵ですね、塵を採取して、それを電子顕微鏡で見ました。そうすると、この真球ですね、真球のその黒い粒が見つかったと。で、これはですね、その化学処理をしても全然溶けない、そういうものであるということで、これは論文を書いてるんですけれども、こういうことを研究した人たちが論文を書いてるんですけれども、これは核爆発以外にはですね、こういうものはできないということなんですね。できないという理由はですね、まずこういうものができるということは、まず、プルトニウムとか、要するに、燃料とか金属とかですね、酸化ウランですから、なんていうんですかね、酸化ケイ素、要するに、瀬戸物と同じようなものですね、ウラン燃料というのはね。で、そういうものが揮発して、それで再度液体になって、で固化すると。2ミクロン程度ですから、そういうプロセスを得るというのはですね、まず10万度、100万度、そういう温度が高くなければ、こういうものは、存在しない、存在し得ないということですね。10万度、100万度って言ったら、核爆発以外にですね、そういう10万度、100万度の温度が生じるわけがないわけですよ。ですから、このセシウムホストボールというのは、核爆発の決定的証拠なんですね。だけれども、これを、論文を書いた人は、そういうことを言ってるんだけれども、マスコミは全然報道しないということで、この福島産後核爆発というのはですね、今世紀最大の嘘であるということを私は言いたいわけですね。で、これをもし、福島産後核爆発だということを明らかにすれば、今の規制基準はそういうことを、ちゃんと守れてない、規制基準違反の福島産後期であった、すなわち今の軽水炉というのはですね、規制基準違反を設計としてですね、やってる規制基準違反の原子力発電所であるということがはっきりするわけですね。そうすると、今再稼働なんてとんでもない話になるわけですね。こういうことを起こさないような原子力発電所を作らなきゃいけないということなんですね。それで、ここの赤印に書いてますけれども、ここもですね、ロナルド・レーガン、これは小泉純一郎が友達作戦基金で、やっておりますけれども、原因を全然、追及せずに、小泉純一郎は基金を出して、助けようじゃないかということを言ってる。だけれども、本当の原因はですね、福島さんの核爆発なんです。そのプルームの中にロナルド・レーガンが入ってしまった、それ以外にはですね、考えられないんですね。海軍ですね、海軍は何を言ってるかというと、150km から 200km ぐらいを航行してて、でその中にそのプルームが来ましたというふうに言うんですけれども、それだったらプルームはですね、ずっと拡散してですね、あんな7人も死亡するとかね、そういうようなことになり得ない、そういう状態なんですね。それから、150キロから200キロ遠くを航行しているとすれば、
その回避する、ね、時間はあったはずですから回避も してないということは、福島産後核爆発が起こったときに、間近にですね停泊してて、それで、このプルーム、この雲のキノコ雲の中にですね入ってしまったと、それで7人もの死亡者が出たというふうに考えざるを得ないというのが結論です。これは非常に重要な問題なんですけども、そういうところを全然隠したままですね世の中進んでいるわけですね。そこのところ非常に大事な話なんですね。それからこれは朝日新聞の朝刊で、その東電がその当時のですねビデオを、公開した時の、話なんですけれども、それをずっと文字起こしをしているんですけれども、爆発当時ですね、3月14日、11時1分に爆発して、その後どういうふうになっているかというと、小森常務はですね、これは技術系の人間ですから、中性子が出てるなということをちょっと良心的にですねこれはやばいということは言ってるんですね。ところがこの高橋昭夫という人がですね、最初に、原子力安全保安院が水素爆発だと言ってる、それに口裏を合わせようじゃないかということで、そのまま東電としてその水素爆発という表現にしておきましょう、あとは何にもその検討をしない、そのまま世論を操作しましょうというのが東電のやり口なんですね。はい、いいですね。スピード勝負です。これは映像にも残っております。水素爆発かどうか分かんないけど、もう国がなんかファインが水素爆発って言ってるから、はい、もういいんじゃないのこの水素爆発で、はい、可能性ということで、水蒸気って今水蒸気って前も言ったんですけど、どなたか装備されてる方で粘りお願いしたいと思うんですけども、あ、これはさ、ファインがさ、さっきテレビで水素爆発って言ってたけど、水素爆発でホワインのやつは言ってたと思うんだけど、ちょっと誇張した方がいいと思うよ、はい、じゃあ水素爆発だけで絞ってもうすでに官邸も水素爆発って言葉使ってるから、それに合わせた方がいいんじゃないですかね。はい、そう考えられます。はいはい、いかがでしょうか。はい、いいです、これでいいから、はい、もうスピードゴーサインです。スピードショー部長、今の段階でも水素爆発下で切ってもいいかっていうことですか。それでですね、私との関係なんですけれども、私はその2009年に、原子力北海道の泊3号機でその原子台温度ケース測定検査というものをやったんですけれども、これは先ほど言った福島3号機核爆発のような臨界事故を起こすか起こさないか、そういうことを起こさないように しなきゃいけないということで、それを確かめる試験だったんですね。でそれで1日目が、あ、これはやばいなと、そういう福島3号機爆発のようになる可能性もあるということで、ダメだ、その検査不合格というふうにしたんですけれども、2日目はですねそれに対する対処をして、正規棒をちょっと入れてですね、それから、酵素濃度を減らすというような操作をしておけば、福島3号機核爆発のようなことをならないということでですね、なんですか、部分、条件付き合格ということをやってきたわけですね。でそれをまあこれここに書いてるんですけども、ちょっと話は省きますけれども。普通の状態はですね、こういう、一定の条件、安定、原子炉の自己制御性ということで安定になるんですけれども、条件によっては
全然安定じゃない不安定な状態で、出力が上がればさらに上がると、チェルノブイリが実証したように、条件が悪ければですね、どん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 、出力が上がって結局核爆発に至るというようなことになると、そういう条件にならないように原子炉を制御しなきゃいけない、それから原子炉の、設計もそういうふうにしとかなきゃいけないということなんですけれども、それを我々その検査員はそういうことになってないか検査をしてたわけですね。説明は省きますけれども、原子炉では温度計数というのがあって、それが正であればいけないというような状態です。でそれと同じ、原理でですね、福島3号機が爆発したということですね。つまり私の言いたいのは、そういう危険性が予知されていたものを設計が悪くって、それで結局核爆発を起こしたということで、これは東電及び、その前には GE とか東芝というのがあるわけですけれども、そういう人たちが設計ミスをして、それで福島3号機を核爆発させたということになるわけです。で私はその先ほど言った原子炉温度計測定検査のですね、第1日目第2日目の両方ともちゃんと明らかにして残しておかなきゃいけないという話をですね、してたんですけれども、私の上司は第1日目の不合格の、記録はですね抹消して記録から残しておくなというようなことがあって、でそれを私はそんなことじゃダメだ、ちゃんと証拠に残せということで頑張ったんだけれども、結局最高裁まで行ったんだけれどもダメだという話になっているわけですね。まず今言ったのが福島3号核爆発の記録改ざん命令を行った、命令に対して従わなかったという話が公益通報をしたと。それからその記録改ざん命令の是正措置というのは、要するに組織を改革してですね、そういう記録改ざん命令が起こらないような組織にはしなきゃいけないということを訴えたんですけれども、それは自分ところの改革をせずに藤原節代という検査員をクビにしてしまうと、そういう暴挙に出たと。それから他に私は原子力安全基盤機構の前は三菱重工で原子力発電所の設計をしてたんですけれども、その時に、敦賀2号機の再生熱交換器の事故がありまして、でその時の事故でですね、間違った処置をしたと。そのために、泊まり2号機でですね、同じような事故が起こったというようなことがあります。でそれの話、それからもう一つは、原子力安全基盤機構、これは今の原子力規制委員会規制庁の前身ですけれども、ここにおいてですね、検査ミスを報告する際に自分たちのそのミスはしてないと。要するに何ですか、官僚機構っていうのはですね、自分たちは絶対ミスを起こさない組織であるということを、その何ですか、建前なんですね。自分たちはミスを起こしません、起こすのはみんな民間ですと、絶対に我々は間違ったことをしてませんというような話なんですけれども、その建前があるものだから、その外部にですね、自分たちがミスをしましたというようなことは絶対に言わないわけですね。でそれで、簡略した裏マニュアルで、済ましてしまう。 JCO でですね、裏マニュアルで、臨界事故を起こしましたよね。それと同じようなことが
要するに日常の業務でやっているということなんですね。まあ、そういうことを私は公益通報をしている。一応ですね、私の言いたいことは言ってしまったんですけれども、あとは何ですか、まあ一般的な話なんですね。一般的な話をさせていただきます。私の公益通報というのは、ここに書いているように、盲目的な原子力推進ではなくて、原子力の安全、原子力安全、原子力品質に万全を期す、そのための検査員であるということで、検査員のその延長で原子力公益通報を行ったということですね。ところが、その技術者がですね、その私のような技術者が、主導権を取れないような状態になっているのが、原子力村だと。要するに利益優先、それから何ですか、行政、要するに稼働率優先とかですね、再稼働優先とか、そういうようなことでですね、全て技術者の言うことを、真っ当な技術者の言うことが隠されている、意見が通らないということで、東電もですね、同じようなことが起こっていると。経営マネジメントのトップからですね、その技術系が排除されて、判断するのは文系の人間、トップ、まあ、判断ですね。そういう状態になっていると。原子力の技術者は組織の歯車になってしまっているということですね。あと15問ありますので、私の御託を聞いてください。御託ですよ。官僚機構の体質というのはこういうもんだと。私以外には原子力ドンキホーテ、ドンキホーテっていうのはですね、真理に向かって突き進むという人間がそのドンキホーテの意味であって、安売りドンキホーテではありません。そういうドンキホーテ、要するに真実に向かって突き進むドンキホーテ役目を引き受けないわけですね、普通の人は。誰も分かっている、負けると分かっているようなことは絶対にしない。官僚組織においてはですね、そんなことは絶対しない。自分の生活第一、自分の地位が奪われるということが一番怖いということで、長いものには巻かれろ、つまじきものは宮遣いという日本語がありますね。これは昔ですね、米検査院というのがあったんですけども、米の等級をですね、配給米の等級を決める検査員というのがあったわけですね。その検査員がなぜか原子力に回ってきたんですね。なぜかっていうとですね、同じ検査という名前がついているじゃないかと、ね、米の検査も原子力の検査も同じじゃないかということでですね、その配給制 の、 米の等級を決める役目がなくなったから、今度は原子力が忙しくなったからですね、その人員配置をその米の検査から、原子力の検査に回そうというのがその組織ですね。農林水産省と、経産省が人員を配置を決める際に、同じ検査員をこれは素質があるから、その原子力に回せと、そういうことで安易に決めるわけですよ。本当はですね、その、ここの眼力マンという、まあ言うなれば私は眼力マンだと、要するに真理をですね、要するに一目見ただけでこれはどういう構造になってるか、どういう、欠陥があるかということが一目見ただけでわかる、そういうものを眼力マンというふうに言ってるわけですけども、これは原子力村だけで通じる言葉かもわかりませんが、いい言葉だと思ってるんですがね、そういう眼力マンはいないんですね。その眼力マンはメーカー、電力、検査会社にいるわけです。官僚にはいない。そういうことで、私が
その官僚組織に雇われたわけですね。で、実行ある検査をやっておりますと。だけれども本当は実行ある検査をやってない、建前だけである。私のように実行ある検査をすると弾かれるというのが、日本の原子力安全基盤機構であったということですね。その何ですか、公益通報をした後でですね、18件の改善提案をしたけれども1件も採用されなかったと。官僚機構の建前は完全無欠や、だけれども実態は、不祥事多発であると。慣れ合いチェック機能が皆無であるということを言いたいわけですね。これは私のご託でございます。それから原子力の村の組織というのはどういうことかということですね。一番上にその格式っていうんですかね、ちょっと格好付けに東京大学を中心とする大学の教授がございます。大阪大学にも若干そういう人もいらっしゃいますけれども、御用学者がおります。でそういう人たちが原子力安全委員会とか原子力委員会とかそういう各種の諮問委員会を、まあ教授として、そういう専門家として雇われるんですね。まあその大元はですね、電力とかメーカーがそのフィクサーになって、官僚を動かしてですね、どういう人たちをその委員にすればいい、据え付けておけばいいでしょうかねということを、まあ、相談して、それで、言うことを聞く、あまりその言うことを聞かない人は、委員にしない、言うことを聞く、委員を、教授をですね委員にすると、そういう形を作ってるわけです。それから次が一番大事ですね。原子力村の司令系統があって身分制度があると。で一番上が官僚、その上には学者がいるわけですけども、学者はですねちょっと立てあの格好だけなんですね。学者は何も言わないんだけれども、その官僚とか、下の人たちの思うがままになる人たちが据え付けられているだけ。一番偉いのが官僚、2番目が電力、3番目が、原子力の総合メーカー三菱、東芝、日立ですね。で4番目が大林とか建築会社、それから、機器専門メーカー、そういう人たちがあります。そういう組織になっています。で日本株式会社、の中の原子力村というような格好になっているわけですね。で東電が、まあ、実力営業部長ですかね、それで技術部長は不在だと、営業部長の言うがままの組織であるということですね。それからまあここは、3.11以降分かったことということで、もう非常にいいこと書いてるんですけども、国は国民の命よりも経済を優先する、国民を見殺しにする、国は放射能をばらまく、都合の悪い人間は逮捕する、それから辞めさせる、法律を守らない、検察官も裁判官もグルで、裁判所に頼っては絶対ダメ、地方裁判所ではちょっといいけれども、高等裁判所、最高裁判所まで行くと絶対に覆される、ね、それからマスコミはその情報を流す。ああこれでですね、マスコミについて言えば私のあと、10分ぐらいありますけれども、一番言いたいことは あるんですけれども、これは岸井さんにも言いたいんですが、調査報道というのとですね、それから発表報道というのがあるらしいですね。調査報道っていうのは結局自分でですね、真実であるかどうかちゃんと確かめた上で報道するということで、これはインベスティゲイティブ
ジャーナリズムというふうに英語で言うらしいんですけれども、要するにインベスティゲイティブっていうのは、検査、要するに真実を、確かめる、そういうことをする報道、これが何ですか、調査報道である。ところがですね、その発表報道っていうのは英語で言うとアナウンスメントニュースというんですよ。アナウンスメントニュース、これは報道じゃないんですね。アナウンスメント、例えば東電が言ってます、経産省が言ってます、政府が言ってます、そういうことを鵜呑みにしてそのまま伝える、こういうことをアナウンスメントニュースということでですね、報道ではない。これはその発表報道というのはですね、揶揄した言い方であって、本当の、報道というのは調査報道で以外ないんだけれども、日本の報道というのはその発表報道にしかやってない。時々は調査報道でいろいろ言うことがあるんですけれども、こう私がやってほしいのは福島3号核爆発ですよ。これこそやってほしいんだけれども、いまだにそのやってもらえてないということですね。どこまで行きましたか。一番最後、マスコミは洗脳の道具であったということですね。それから重要な情報は隠蔽される、国民は簡単に騙される、それから、命より原発の利権が優先する、それから政治家は嘘しか言わない、政治家は保身のためなら何でもする、政治家はただの操り人形だった、選挙結果は改ざんされる。これはちょっとね、その疑問点があるんですけども、本当にそうかっていうのは、まあ改ざんされる可能性があるんですね。一番最後の、日本は民主国家ではないというのはですね、先ほどの、なんですか、言論の自由、それから報道の自由、こういうものが守られない日本は民主国家ではないということを言いたいわけです。私のご託です。あと5分ありますけれども、これもまさに私のご託ですけれども、私の家はですね、浄土宗なんですね。仏教の浄土宗。この間私の、母親がですね、96歳で天寿を全うして亡くなりました。で、その特に今葬式でこの説明もしてくれたんですけれども、住職がですね、その説明をしてくれました。光明遍照十方世界、念仏至上摂取不捨、死神奇妙南無阿弥陀仏というんですけれども、仏様の、ご意向はですね、十方世界、十方世界というのは四方八方、地上の四方八方ありますね。それで天上天下、これを含めて四方八方十方世界なんですね。それでね、天上天下っていうのはですね、言い換えれば過去と未来だと言うんですね。過去と未来を含めて十方世界だと。で、未来をどうやって照らすんだという話をしてですね、そのおっさんは私の活動をいろいろと話を聞いておってですね、賛同してくれてるわけですよ。で、藤原節夫さん、あなたの行動こそですね、未来を照らすんだと言ってくれたわけです。要するに未来のために攻撃通報をやって、未来のために、未来の子供のために、原子力発電所これではダメだということをやってるんだと。だから私はね、その、仏教の教えに、誠にその伝道者みたいな感じでやってるんだというふうに思ってるわけですね。それでですね、このいい、標語をですね考えました。真実偏上十方世界、昭和史上摂取不捨、死神奇妙福島3号核爆発
ね、福島3号核爆発というふうに、これは真実ですから、真実を信じる者こそ救われると。福島3号、核爆発の真実を昭和する、ね、昭和する者こそ日本さらに世界を救う、ね、福島3号核爆発、福島3号は核爆発だ、福島3号はピカドンだと、みんなでね、その声を合わせて言おうじゃないかと。そういうことによって、その世界は、その未来の世界は救えるということですね。これを言いたかった。もうあと3分ありますけれども、日本語でですね、まあ、非常にこう面白い言葉がありますんで、それを紹介いたします。上意下達という、ことなんですけれども、上司が決めたことを、部下が忠実に実行すると、これはですね、上官の命令は天皇陛下の命令だと、それに代表されますよね。別に部下の言うことを誰が聞くものかという、そういう話ですね。それから敬意不上対付という言葉があって、これは、中国からずっとあるんですけれども、対付というのは県知事クラスの役人で、それ以上の役人にはですね、刑法はない。要するに法律というのはですね、官僚の上の人たちを罰するような法律は作らない。自分たちが作るんだから、法律を作るわけですから、自分たちに不利な、法律はないというわけですよ、ね、要するに自分たちは自分が悪いと思うと自分で腹を切る、自分でその処罰をするというのがその役人だと、そういう考え方なんですね。中国の古来から日本もずっとそういう、考え方なんですね。それから、まあ、先ほども言いましたけれども、長いものには巻かれろ、泣くこと自等には勝てぬと。そろそろ時間になりますので、あとは資料を読んでください。以上で終わります。ありがとうございます。藤原さん、どうもありがとうございました。もう一度拍手を。